プロジェクト575はセガが2013年より展開しているメディアミックス型コンテンツ。日本で古くから俳句や川柳として使われている575のモーラを使い日々感じたことや思いを伝える一種の言葉遊びをメインテーマとしている。アプリやゲームでは音声合成テクノロジーのボーカロイドが使われている。このライブラリーは あとに2017年7月12日に、あずき、抹茶という製品名で一般向けにも発売された。2013年にまず iOS 用アプリから展開を、始め2014年にはプレイステーションビータ用ゲームやテレビアニメにも進出する。キャラクターデザインは神崎博が担当している。担当声優はプロジェクト共通。 歌読み575のタイトルで2013年7月26日に iOS 向けとしてリリース。2014年2月14日より歌読みにリニューアル。しかし、リニューアル後の不具合が相次ぎ現段階でお客様にご満足いただけるサービスの提供が困難な状況と判断したという理由で2014年5月19日をもってサービス提供終了となった。 歌組575のタイトルで2014年1月23日にセガより PS ビータソフトとして発売。操作に背面タッチパッドを使用するため、プレイステーションビータ t v には対応していない。この他、セガゲームスより2015年12月17日発売のミラクルガールズフェスティバルに参戦。あずきと抹茶による主題歌奇跡フェスティバルも歌う。 歌詞を記載していない曲は、声優本人ではなくボーカロイドエンジンとしての、正岡あずきと、小林抹茶が歌唱を担当している。ゴーゴー5 5 5 7 5のタイトルで、2014年1月に、東京 MXTV 系ほかで、5分枠のショートアニメとして放送された。全4話。放送終了後は2014年2月は、大坪ゆかと、 大橋彩香が鎌倉を探訪する特番5753月は再放送となる OVA となる第5話と TV アニメ全4話特番全4回をブルーレイディスクに収録したサウンドムービーコレクションが2014年10月22日に発売された歌読み575に関するカテゴリー歌組575に関するカテゴリー 55575に関するカテゴリー。ありがとうございます。